抜甲子園、12試合でホームランが疑惑の1本だけ。これ大会本塁打1本で終わるやろ。話題にならんクソ大会になってきたな。みんな始まっとること知らんやろ。もうビッグスリーとか言わなくなったわ。なんで飛ばないバット使い出したんや。ピッチャーライナーが危険なんやな。お危険なピッチャーライナーの基準と目標値はない模様。ボールとかバットのレグレーション変わったん。調べたら今年から低反発バットなんやな。フィルダースチョイスとか四球祭り多いし、コロナで単純にレベル低くなってるだけやと思う。NPB でもクソだてーやし、野球人気やばくなるかもな。そりゃホームランでないとね。野球はホームランが花よ。こんなクソだてーでミスマチ誰が見たい。年外野もわかってるからクソ前進守備だし。唯一打ったもイセーフがナンバーワンやな。でも高校生のレベルは上がるやろな。金属打ちって単語が消えるかもしれん。上がるわけないだろ。物理的に飛ばないんだから飛ばない野球に対応するだけや。打った一本もインコースのファウルになる。打球って一番飛距離伸びやすいやつだしな。もう普通にホームランはボール際以外無理じゃないか。単純に球児の数が全盛期の3分の1とかになってるんやから、そらレベル下がるわ。まあでもええことやね。清宮とかみたいな高校通算何十本で期待外れの選手多すぎやし。ただの部活の全国大会になったな。サッカーとか駅伝とかと同じ熱量で見てるわ。金属ホームランでキャッキャしてる甲子園は野球と違う競技になってたしな。本来の実力を見せられてるだけ。でも点は入ってるんだな。スモールベースボールが大正義の時代になるな。飛ばないバットの結果投手のレベルがクソほど落ちて、打者のレベルが落ちて、投手のレベルが落ちる無限ループに陥ったのが韓国。こうやれんアホやろ。ボール際のホームランしか無理な感じだな。智弁和歌山の練習試合で3打席連発打ったやつとか都市伝説級だわ。練習試合だから本気の勝負ちゃうし、甲子園より狭い球場やろ。なんか体だけでかいだけのコツンコツン打撃が多いよな。強く触れる選手が少なく感じる。あとは白スパイクのせいで弱々しく見えるのもある。飛ばせる選手なんかわずかだろうし、部活でそんな選手集められないだろうし、一部の学校が有利なだけやわ。P 返し怪我予防と計りにかけても割が合わん。あんなに練習して消化不良の塩試合とかかわいそう。むしろ今までは投手が丁寧に投げて守備を鍛え上げても金属ホームランで粉砕されてたから、仕方なく効率もパワーゲームに付き合わないといけなくなってた。これから守備や小技重視に戻せるなら弱小にとっていい環境になると思うで。そっちの方が差が出るんだよな。緻密なサインプレーとか守備走塁とか野球脳高くてやる気と時間のある強豪しか精度上げられんし、1点を争う展開で格下が押し切れることなんてほぼないしな。金属打ち主流になる前の方が差小さかったのが現実や、守備型効率もたびたび優勝してたが、今やノーチャンスになってたからな。これストライクゾーンもプロ並みとは言わずともある程度は厳しくせんと投手有利すぎるんちゃう。ますます投手芸が加速するだけやん。逆にホームラン打ったら清原級の打者だって証明になるんかな。一本だけなら芯にまぐれあたりかもしれんから、なんとも言えんな。注目打者が1大会に3本とかならかなり対応力のお墨付きは得られそう。ラッキーゾーンあっても入りそうな感じせんからな。